はい、どうもトラッキーです。阪神タイガース見事、中日ドラゴンズをね、コールコールドという形ではありますけども、下しまして、これで阪神タイガース6連勝ですね。まあ、引き分けを挟んで6連勝、単独首位についに躍り出ましたと。素晴らしいですね。まずね、初めに、阪神園芸さんね、今日ね、試合をね、行うために、整備をしてくれた、阪神園芸さんにね、まず感謝をね、しないといけないですね。本当にヒーローやと思います。阪神園芸さんのおかげで、今日中止にならず、そしてノーゲームにならず、試合が、成立したと思いますので、本当にね、阪神園芸さん、ありがとうございます。はい。まあ、試合の方はね、2時開始予定がね、まあ、53分遅れ、2時53分開始のね、なかなかね、難しいコンディションの中ね、選手も戦ってくれたと思うのでね、まあ、かなりね、難しい戦いだと思う。岡田監督も言ってたけども、先に1点を取らないといけないと。うん。1点取って、まあ、試合成立ね、を目指してるわけなんでね、そのために試合をやってるわけやんか。というところで言うとね、まあ、まず1点を取らないとあかんというところではね、かなりね、まあ、難しい戦いになったのかなと思うんですけどもね、まあ試合を振り返っていきますとね、1回裏ワンアウトランナー1塁2塁のチャンスで、まあ、大山選手やったんですけどもね、ショートゴロゲッツー。そして5回裏ね、先頭、梅野選手がフォアボールで出塁して、木浪選手がバント、まあ、2球バント失敗してね、そこからヒッティングに、変わりまして、まあ、結果併殺だね、とか、まあ、ちょっと嫌な流れの中ね、やっぱ才木投手がめちゃくちゃ頑張ってくれたなっていうのもありますね。才木投手今日めちゃくちゃ試合やりたかったらしいですね。岡田監督も言ってたけど、その中ね、しっかりと7回を無失点に抑えてくれたと。なかなか難しい、本当に、2次開始の予定で肩作ってるところを40分遅れてやるっていうのでね、なかなか難しいところもあるし、甲子園球場の内野ね、土なんで人工芝じゃないのでね、やっぱ土がね、なかなか重かったりするじゃないですか、スパイクにね、ついて。そういうところでね、かなり難しかったと思うし、野球やってたからこそ分かるけど、ボールめちゃくちゃ滑るんですよね、雨に濡れるとね。っていうところでね、なかなか難しいこのコンディションの中ね、しっかりと、なかなか味方が先制できてない中ね、こう踏ん張ってくれたなっていうところで、すごくね、才木投手にもね、あの感謝の気持ちでいっぱいです。はい、なんせ勝利投手がついてよかった、本当。はい、その中ね、タイガースがね、先制したの6回裏ですよ。はい、まあ、大山選手三振になってね、ちょっといやー、これ点取っときたいなと思ってたんですけどもね、追い込まれてからもね、ファールで粘って、甘く入ったボールをね、しっかりと仕留めると、佐藤輝のね、スリーランホームランでね、先制して、7回表をね、きっちり才木投手が抑えて、コールドって形で、試合終了しました。いやー、いいねほんま。で、まあ先発才木投手ね、このコンディションの悪い中ね、7回を投げてね、3安打1四球無失点ってことで2勝目です。プロ初完封もね、コールドやったんですけども、今回もね、完封勝利ってことで、7回ですけどね、完封勝利ってことで、はい、おめでとうございます。いいね。いや、いいね。やっぱ勝つっていいっすね。で、首位ってやっぱいいっすね。この時期やけどもね、やっぱ首位って響きいいっすね。やっと帰ってきたぞと。まあ、タイガースと言ったらね、オープン戦からなかなか波に乗れずというか、まあ、オープン戦序盤の方はね、若手主体やったりとか、まあ、そこまでレギュラーメンバー出てなかったりとか、レギュラーメンバーが途中交代したりとかでね、まあ、なかなか波に乗れんかったとかもあるんですけどもね。だからもう2ヶ月近くかな。なかなか波に乗れてなかったと思うんですよね。そんな中ね、やっとね、もう最近のタイガースっていうのかな、タイガースらしい野球というか、なんか去年のタイガースのようなね、本当強いタイガースが帰ってきたなと思うし、やっぱりね、なかなかこの白星が上がってない時もね、ピッチャー陣が本当頑張ってくれて、なんとか5割、最大借金3やったかな、その辺でね、踏ん張ってくれたっていうのがね、非常に大きいと思うんですよね、やっぱりね。っていうところで、はい、そこから6連勝で貯金も作れましたし、まあ、いいチームがね、すごくいい状態なんで、火水の2連戦なんですけどね、来週木曜日試合ないので、2連戦なんですけども、
この2連戦をね、絶対取りに行きましょう。開幕2カード目ホーム開幕戦京セラドームでね、負け越してる横浜 DeNA ベイスターズなんでね、相手ね、この勢いでね、勢いを持ってですね、ハマスタでね、連勝を伸ばしていけるようにね、そして勝ち越せるように、はい、願っております。もう一気に行きたいですね、いい流れのうちにね、やっぱり野球っていうのはね、143試合、なかなかね、長丁場のもんで、勢いのある時に一気に行きたいっていうところはあるので、もうね、どんどん連勝を伸ばしていってもらって、まあ、去年10連勝、11連勝ありましたけども、全然ね、今のタイガースやったら可能やと思いますんで、なんとかね、10連勝、11連勝、12連勝、どんどん連勝伸ばしていけるようにね、僕自身願っております。はい。ということでね、本日は以上で終わります。皆さん、現地に行かれた方、特にね、風には気をつけてください。本当、現地の応援お疲れ様でした。雨の中、寒い中ね、本当お疲れ様でした。ということで、以上で終わります。ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。首位北で、トラホー。